なんだなんだ、もう始まってるのか。そうそう、やっと本編をスタートするよ。発売日から早1ヶ月は経っているわね。大好きなゲームだから一度自分でプレイしてみたんだよね。しっかり自分だけ楽しんだってことだな。そういうことじゃないんだけど、視聴者さんにも楽しんでもらいたかったから、いろいろ調べてじっくり実況していきたかったんだよね。なるほどね、ポコニャンにしてはいい試みね。で、収穫はあったのか？もちろんだよ。今回は普通にプレイするだけでは見れない真のエンディングを見てみたいと思うよ。真のエンディング？そうそう、それが結構難しいみたいなんだよね。ファントムっていう子供の影を全て集めると見れるみたい。それにプラスして、全実績解除トロフィーも集めていくよ。そんな縛りプレイして大丈夫なの？僕に任せておいてよね。それが不安なんだよな。あと今回は一人称でもプレイしていこうと思うよ。一人称？うん、こうやってキャラクターの視点でプレイするんだよ。あれ？このゲーム一人称なんてあったの？いや、このゲーム自体には一人称モードはないんだけど、マニアックなツールを使って無理やり一人称にしてあるんだよ。そんなマニアックなことに時間をかけているから、いつまでもリトルナイトメアの動画が上がらないのね。その通りだな。くぬぬ、否めない。まあまあそれは置いておいて、ここら辺はデモ版で紹介したからどんどん行っちゃうよ。ここを通って家の方に向かうのね。そうそう、森では何かからず家に到達するとトロフィーが一つゲットできるんだよ。うわ、これは死体アソートじゃねえか。一人称で見るとよりリアルに見えるでしょ。そこにリアリティ求めてない。で、そのトロフィーってのはいくつあるの？35個あるみたいだよ。しかもグレードがあるんだってさ。ファントムとやらも集めなきゃいけないし忙しくなりそうね。そうなんだよね。まあとりあえず罠にかからずにサクッと家まで行っちゃおうか。それを世の中の人はフラグと言います。大丈夫大丈夫、これを倒して向こうまで押していくんだったよね。よいしょ。一人称で見るとまた全然違う感じね。でっけえ足跡だな。そうなんだよね、一人称だとこんなところまで見えるんだよね。普通にプレイしてたら見落とすようなところも見られるってわけだな。そういうこと。でもこういう障害物をクリアしていくときは、一人称だとめちゃめちゃ難しいこともあるんだよね。死んだときは一人称のせいにする作戦だな。その腹立つ図星みたいな顔やめてくれる？何の音だ？そういえばここは木が転がってくる罠だったわね。ここはサクッと行かせてもらうよ。トムとジェリーみたいにペラペラにならなくていいのか？いいのか？いいのか？いいんです。開き直りよったー。ほら、僕って取れ高とか気にしない男だからさ。YouTuber の風上にも受けないやつだな。逆に決められたテンプレに乗っかるサブサは僕には耐え難いよ。自分の担当の動画になるとめちゃくちゃ仕上がるなこいつ。水を得た魚のようだと言ってくれたまえ。誰か早くこいつを止めてくれ。あ、マリちゃん、あそこにちょうどいいロープがあるわよ。何にちょうどいいの？知りたい？知りたい？いや、知らないままこれはゲームに使っていきたい。残念だけど今回はそうしましょ。お前の好きなクルクルがあるぞ。別に好きじゃないけどね。でも体が勝手に動いてしまう、これ不思議。おお、クル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 。好きだよな好きだよな好き。一体私たちは何を見せられているんだろうか。時間と労力をかけた僕の壮大なだよ。このままこいつに任せるのが不安になってきたぜ。というか動画のエッジが立ちすぎなのよ。まあまあそれが僕の味わい深さということで。あ、早速ここにファントムが一体いるんだよ。え、こんなところに行ける場所なんてあったのね。多分体験版では行けなかった場所なんだけどね。それにここ横スクロール画面だとめちゃくちゃ見づらいんだよね。じゃあ結構見落としそうだな。そう思ってあらかじめプレイして、ファントムの場所や実績解除の方法を予習しておきましたよ。そろそろ見えてくる頃じゃないかな。お、なんか見えてきたわね。うん、これがファントムだよ。動きのキモいやつだな。で、これをどうやって捕まえるの？うわ。こうやってファントムに触ればいいだけだよ。これを全18体集めると、真のエンディングが見れるってわけ。お、これ足じゃねえ？死体が埋められてるのかしら。こらこら、マリちゃん、死者に対する敬意が足りないわよ。特に飛び出てる足からの悪臭が。マリちゃん、水虫かなんかなんで。マリちゃん、それは置いておいて、もしかしたらファントムはそこで死んだ霊的なものかもしれないわね。その説ありえそうだよね。死体の近くにファントムありってことだな。そうそう、そういえばそれで思い出したんだけど、無料アプリでリトルナイトメアのデジタルコミックスってのがあってさ。なんだそれ。こうやってオリジナルストーリーが見れるんだよね。わあ、すごいわねこれ。モノと6の出会いだったり、さっきのファントムのことだったり、ゲームと合わせてみると色々考察できるんだよね。じゃあファントムって一体？なんか生き物が死ぬとファントムになるって説が濃厚かなと。わかりやすく言うとお化けってことね。お化けだと？とりあえずそのお化けを集めればいいってわけね。うん。さっきのでファントムは18体中1体捕まえたってことね。そうそう、この調子でどんどん捕まえていくよ。つまりはあと15体ってことだな。話聞いてた？それとも数字に弱いの？あれ、今日は私に当たり強い日？別に今日が特別というわけでもないわよ。さてこの木の棒で罠を解除していくよ。罠を全解除して死なずに家まで行かないとトロフィーがもらえないからね。ナイス。そうそう、ここを降りたところにもう一体ファントムがいるんだよね。こんなところに何かいたか？
すごく見つけにくいんだけどこの奥に行けるんだよ。確かにわかりにくいわね。おいおい何やってるんだあいつ。死んだ動物を蹴っ飛ばしてるわね。こんなサイコパス野郎だな。貴様も私の一部になるがよい。あ、一番のサイコパス野郎がここにいたわ。誰がサイコパス野郎だ。たく失礼な、ちょっと人よりも反社会的な人格なだけだよ。特にそれを人はサイコパスと呼ぶ。それにしてもでっかいネズミだな。このネズミの霊がさっきのファントムってこと？そうなのかもしれないね。いろいろな考察ができるのもこのゲームの楽しみの一つね。この先は罠がたくさん仕掛けられているから、この棒を使って慎重に解除して。おらー。慎重って言葉ご存知？おらー。天使のように繊細に、そして悪魔のように大胆に。天使の要素は皆無だったわね。こうやって一気に全部の罠を解除しちゃうよ。全解除して無事にあの家まで行くと、トロフィーがもらえるんだったよな。そうそう、そういうこと。ん？松ぼっくり？そうそう、今度はこの松ぼっくりをぶん投げて。おー、気持ちいい。へいへい、かかってこいよ。お前らなんてただの松ぼっくりを投げたらバチンってしてリューンって飛んで、隣に連鎖してまたバチンってしてリューンって飛ぶやつなくせに。3歳児の語彙力だな。しかも伝わりづらいのよ。ちょっと静かに。ほい。そこのジャンプはやけに慎重に行くじゃない。ここは予習プレイで何度も死んだからね。おー、危ねえ。ただの松ぼっくりを投げたらバチンってしてリューンって飛んで、隣に連鎖してまたバチンってしてリューンって飛ぶやつにやられるとこだったな。もしかしてバカにしてます？当然。お、家が見えてきたわよ。この家に着くまでの罠たち結構巧妙なんだよね。ほら、すごくない？うわ、なんだこれ。ものすごいデストラップね。この森全体にこうやって罠が仕掛けられてるんだよね。お、無事に到着したわよ。簡単そうに見えるけど結構難しいんだよねこれ。右下になんか出てきたぞ。これが実績解除するともらえるトロフィーだよ。なるほどね。35個も集めるんだからまだまだ先は長いな。そうだね。だんだん難易度も上がってくるだろうしね。邪魔します。汚ねえキッチンだな。こらこらマリちゃんお口が悪いわよ。稀に見る汚さだよね。稀に見る失礼なやつね。お湯が沸いてるけど誰かいるのかな。怖いこと言うんじゃねえよ。くさ、もうちょっとオブラートに包みなさいよ。くさ、バカにしてる？そうそう、ここのキッチンにもトロフィーがあるんだよ。どこにあるんだ？確か冷蔵庫を開けるんだったかな。開けるだけでいいのか？非常に厳しい戦いだったね。冷蔵庫を開けただけです。意外と中は整理されてるぞ。きったねえ冷蔵庫を期待していたのにね。こらこら霊夢、お口が悪いぞ。冷蔵庫って言ったらやっぱりあれよね。バラバラにして入れておくあれよ。バラバラ？バラバラにするときは面倒だけど、あれをすると長持ちするのよね。長持ち？そうそう、買った野菜とかをバラバラにして保存するの大事よね。紛らわしいから小分けって言って。そうとも言うわね。さあさあ、お次は？右の部屋は鍵がかかっていたからこっちの部屋に行くのね。ん？ここにもでっかい足跡があるな。お、なんだこれは。帽子だよ。帽子？そうそう、これもトロフィーを全部集めるために必要になるんだよ。そんな縛りもあるのね。全部で12種類の帽子を集めることができるみたい。こんな可愛いの持ってたの？これは課金で手に入るダウンロードコンテンツだよ。今の拾ったのをかぶってみるとこんな感じ。暗くてよくわからないわね。ロシアの帽子みたいだな。特定の帽子をかぶってないと手に入らないトロフィーもあるんだよね。いろんな縛りがあって結構大変そうだな。大丈夫、たくさん予習したからね。さあそのまま下に進んでいくよ。さっきからオルゴールの音がするわね。どうせあの子供がくるくる回してるんだろ。いいからこの変な肖像画は誰なんだろうな。この写真も気になるんだよね。何の写真なんだ？人みたいに見えなくはないけど。はっきり見えないわね。多分家族の写真とかが飾ってあるんじゃないかな。確か階段を降りて右側の子がいる部屋だったわね。そうそう、まずはあのドアをぶち壊さないと。この斧を使ってあのドアを壊そう。いきなりぶち壊したらあの子がびっくりするわね。どうせオルゴールをくるくるしてるだけだろ。だから言い方、あの子オルゴールを鳴らして誰かに気づいてもらいたいのかしら。どうなんだろうね。でも気になるのがこの音楽さ。前作のラスボスがしてた鼻歌と一緒なんだよね。ラスボスってレディのこと？そうそう。さあ早速やっちゃってちょうだい。おらー、さっさとこのドアをぶち破っちゃおうぜ。この壊れたドアの隙間から見える感じ、めちゃくちゃ良くない？やめてみないで。誰目線なのそれ。一人称だとこの子の顔まで見えるんだな。そうなんだよね。近くまで寄れるから結構細かいとこまで見えるんだよ。はぁ、あ、はぁ、あ、はぁ、あ、怪しいものではござらぬからこっちへおいで。その主張が不審極まりないんだよ。ござらぬはダメね、絶対即時通報レベルだな。左手は添えるだけ。最近スラムダンク読んだの？諦めたらそこで試合終了ですよ。読んだんだな。しかも左手じゃなく右手な。それな。一目散に逃げてくな。ござらぬが相当キモかったのね。それはそうと、この落書き。これこれ、気になってたんだよね。落書きがかなりはっきり見えるわね。これだけはっきり見えると考察もはかどるよね。で、ここからどんな考察ができるんだ？よし、わからないから次へ行こう。考察はかどるんじゃないんかーい。
多分何かを数えてるんだと思うんだけどね。例えば閉じ込められた日にちとかさ。さっきの子はどこに行ったんだ？階段を登って上に向かってたよね。お、いたいた。おい、消えたぞ。ん、もうあっちにいるわよ。瞬間移動か？システムの都合上こうなっちゃうんだよね。つまりはポコニャンのせいということだな。話聞いてる。逆に聞くとでも。ですよね。はい、今回の動画はここまで。怖いからって唐突に締めようとするのやめなさいよ。締める？締める？話をややこしくするのやめなさいよ。じゃあここからは僕の家族を紹介します。家族？家族？まずは素敵なお母さん。お料理が得意で美意識高め。美意識とは？続きまして可愛い弟。こう見えて嫁とも視力 2.0。視力検査できるの？そして最後にパパ。パパって呼ぶの？日曜日は DIY が日課だよ。むしろ DIY されるだわ。しかもさ、グキハーがすごいよね。単純な悪口。一体私たちは何を見せられているの？さああの子を追いかけていこうか。なんだこれ。多分もうに関するチラシっぽいよね。もうって言ったら前作の舞台になった船のことね。そうそう。いたいたお待たせ。確かこの子と協力して隠し階段を出すんだったわね。そうそう、これを引っ張ると階段が出てくるんだよね。協力フレイファン。何って？もしかしてマリサなんか食べてる？食べてなしで。食べたよね。何を？何を？これ。せめて食べてから喋ってよね。朝から何も食べてなくてお腹空いてたんだぜ。そういう問題じゃないと思うんだよね。わかるわかる、我慢できないわよね。まさかの共感。おっと、そんなことしてるうちにもう階段が出てくるわよ。なんか嫌な音がするな。それに見てよ、ここめちゃくちゃ大きい足跡があるね。靴も落ちてるわよ。どうせハンターの足跡やろ。いやいや、まだ出さないで。全くネタバレ甚だしいよ。いやいや、これを見てる 98% の人が足跡の正体を知ってるだろ。それでも残り 2% に届け僕の思い。最後まで見てくれてありがとうございます。この動画を楽しんでくれた方はグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。ツイッターもやってますので概要欄をチェックしてみてください。また次の動画でお会いしましょう。